女優の福原遥がヒロインを務める NHK 連続テレビ小説、舞いあがれ、毎週月曜から土曜朝8時、総合、朝7時30分、BS4K、BS プレミアム土曜日は1週間の総集編、ZO公式 Twitter と Instagram が16日に更新された。俳優の高橋克典、赤楚衛二、スノーマンの目黒蓮の3ショットを公開し、反響が寄せられている。福原遥ヒロイン朝ドラ、舞いあがれ、オリジナル作品となる第107作連続テレビ小説、舞いあがれ、で書く時代は、1990年代から今。福原演じるヒロイン、岩倉舞が、ものづくりの街、東大阪と自然豊かな長崎、五島列島で様々な人との絆を育みながら、飛ぶ夢に向かっていく挫折と再生のドラマ。16日に放送された第55話では、柏木、目黒、が舞の東大阪の実家へ。父、幸太、高橋、何、堂々と舞との交際を宣言し幸太の表情は曇ってしまう。さらに柏木は、舞と親密である騎士、赤楚、の登場に、焦りと嫉妬をにじませるような行動を見せていた。高橋克典、赤楚衛二、目黒蓮が、舞の部屋に集合ツイッターの投稿では、本日大活躍だった男性陣が、舞ちゃんのお部屋に集合、という言葉を添えて、三人が肩を寄せ合い並ぶ、スマイルショットを公開。突然の、彼氏、柏木の登場にタジタジの様子を見せていた父、幸太を思い、一番大変だったのはお父ちゃんですね。娘が連れてきたのは、友達じゃなくて実は彼氏。お疲れ様でした、とねぎらいの言葉を送った。インスタグラムの投稿では同写真に対し、待ってました。の笑顔の3人オフショット、と綴り、思わず、イケメン3人に舞い上がっちゃいます、と貴重なオフショットをタイトルになぞらえて説明した。高橋克典、赤楚衛二、目黒蓮のオフショットに反響劇中では、彼氏の存在に戸惑う父、そして、彼女の幼馴染の存在に嫉妬する彼氏、などどぎまぎするシーンが書かれていたが、今回の笑顔全開のオフショットにネット上では、待ってました。タンタンフ、笑顔が眩しい、夢の3ショット、笑顔でほっとした、私へでしかない、と反響が続々。また、イケメン3人に囲まれた舞を思い、お父さんが高橋克典さん、窓開けたら赤楚くん、彼氏が目黒くん。前世でどんなとくつめば、舞ちゃんになりたい、この3人に囲まれる舞ちゃん幸せだなぁ、といった声も寄せられている。